90年にその行くわけですね、その向こうのコンテストに。一発でね、うん、デモテープですか、やっぱり最初は送って。そう、うん、作ったやつをクラーケンと、はい、クラーケン DJ クラーケンとかやってたら、そのバトルを あいつの主婦に、うん、うんうん、もうあれですよね、もちろん向こうは DJ 本だって知らないですよ、ね、うん、日本人のやつから送ってきたみたいな、うん、グッドタイムスのルーティンですか。もういや違うと思う、なんか違うのかと思う。うーん、それでその時は1回戦負け。そう、あの歌詞で ASAP の歌詞があったし、ね、90年、うん、で90年そのそれが1回戦で自分がその敗れて、うん、そのままどうしたんですか。もう東京帰ってきたんですよ、とりあえずは。そうだ、そのまま勝ちたね、うん、90秒2回だよ。ああ1分半2回ぐらい勝ちた。うわぁ、そうなんだ。日本人っていました？90年そのはい、その会場にはいないと思うねえ、うん、でもいわゆるジャッジだとか、うん、その出てるやつらはもうみんな一線のやつですよね。ニューヨーク、そう、アンダーグラウンド、まだね、まあそこで結果出ればあ、そうかと思うじゃん。はい、めっちゃ盛り上がったから、ま、負けたけど。そうなんだ、うん、あ、そうだね、歌詞にも言ってたけど、その負けて相手が優勝したんですよね、確か。その年のね、あ、スティーブ D、 DJ スティーブ D、 めっちゃうまいよ。そうなんですか、今やってんすかね。やってんじゃない。やってんすか、わかんない、90年だから31年前、うん、X-Men、 あ、クルーですか、うん、あ、そこの人なんだ、うん、そんでじゃあ1回戦で90年のコンテストで敗れ、でも東京帰ってきてまたそこで修行 してたんですか。そう、この野郎みたいな。いける、もうちょっと練習したらいけるから。なるほど、まあまあやったけどもうちょっとできたなってあるじゃん、うん、はいはい、でそれはもっとやれば、うん、もうちょっと結果が出るじゃん、うんうん、そうか、そうすることあったんですね。答え知ってんだもん。そう、そしてじゃあ2年後もう1回行って、そしたらもうガコーンみたいな、うん、準優勝まで、うん、盛り上がったよ。もう盛り上がりました。その時の映像ってあるんですか。あるある。 YouTube にあるんですかね。 YouTube にある。やべ、全通してはないかも、うん、部分的にあるんだよ、うん、やべ、すげえ。それでじゃあもうそれで、あの歌詞にもあるように、うん、もう日本には帰らんみたいな。そう、このままうろうろ来たなってなるじゃん。はい、そして26とか7ぐらい、はい、マネージャーっていたんですか。うん、それらしき人いた。一緒にアテンドしてくれる、その、うん、日本からね。はい。で、いろんなホテルと英語でやってくれる人みたいな。うん、うん、一緒にだけどね。はいはい。その当時金出してくれた人やってくれた。はい。うん、本田さんにかけた人もいたんだ。うん。金、うん、ないからね。26歳。うん。ハッスルするしかない。すごい。92年ですね、じゃあ。そう。すごい。その、例えばじゃあ、準優勝。優勝はその、なんて人だったんですか、その時。マイク、ミックスマスターマイク。ミックスマスターマイク、もうめっちゃ有名じゃないですか。今ね。ねえ。ミックスマスターマイク。92年、その、優勝した人で。そうそうそう。で、じゃあ、わーってなるわけじゃないですか。うん。まあ、準優勝か。でも、まあ、いいかって感じですよね、だってね。もう一応、2位だからね。ねえ。うん。しかも、決勝も行った。盛り上げたわけじゃないですか、うん、がっつり。うん。それじゃあ、それで、そのブース降りて、うん、楽屋みたいなとこ行くときとかからもう世界変わってました。なんかその雰囲気っていうか周りの、周りはね、うん、もちろんおわーみたいな、うん、本当によかったよみたいな。そう、やべー、業界の人たちが来てないから、その、はいはい、ミュージックセミナーっていう、はいはい、その日本一みたいな、そう、はい、業界のコンベーションだから、はい、業界人しかいないから、まあ、それもラッキーさ、はい、そうっすよね。そいつはみんなその レーベルの A&R やってたりみたいな感じなんでしょう。で、じゃあもうアメリカ行って、で、さっき言ってたあれですよね、そのビートメイク。そう、これでスクラッチはとりあえずこれで人になったんだけど、うん、はい、あとのプロダクション結果出したから、うん、うん、すごい、その切り替わりも。いや、それからやってないな、全然。ああ、そうなんだ。それでじゃあもうすぐビート作り始めて、 そのいろんなやつらにビートを聴かせてみたいな。そうそう、ラッパーもだんだんあの混ざってくるみたいな、うん、
そしてレアティビティと契約して、ソニー。ソニーだね。あーソニーってやって。いきなりソニーすごいっすね。うん、やってこ、アメリカにまだできないかってなって、レアティビティに決まったって感じ。うんうんじゃあもう月給でソニーから金もらってアメリカで生活してたんですか？そうだよ。その時から。あの、95年からはね。それでね、じゃあ、ファーストアルバム出して、うん、まあ、Out for the Cash っていうその、やっぱり本田さんの、まあ、数多くあるクラシックの中でも、やっぱり、僕とかが札幌でね、ゲットーでヒップホップ聴いてた頃にやっぱかかってたの、なんか一番なんかヒットして、スターのやっぱアウトフォーザキャッシュ、ファットジョーとねビートのやつですよね。うん、そうね。あれ日本で作った曲だあれはビート。あ、そうなんですか。うん、あ、その修行してた時に。そう。ああ、で、あ、やつだったらレコーディングする時にちょっとかけてみようかみたいな。うん、みんなやっぱりビート、いいビート反応します。そうだね。やつはどこを聞いて判断してるかわかんないけど、はい、なんか知ってる。あ、何かそのビシッと来る時あるんですね。基準はない、うん、こうじゃなきゃいけないってのは全くない。あのボリュームで聴かせるんですか。そうだよみんなそうだよ。本田さんのスタジオのボリュームは本当すごいな。ジョージも言ってたな、すごいボリュームだって。でもあれがアメリカの黒人のラッパーたちの90年代のスタジオになってたボリュームなんだなって思いますね。なんかやっぱニューヨークのあの街の雰囲気、例えばプロモーションする雰囲気って、例えば本田さんのアルバム出るってなったらさ、本田さんの H のあれが入ったフライヤーがさ、本当に街中に行くじゃないですか。いきなりストリートプロモーションっていうか、ステッカーとかね。ねえ、すごいっすよ。高速道路の電柱とか、はい、全部だ。あれはリライティビティの B クルーがやるんすかね。まあ、シエやとストリートプロモーションってやつらいるんすか。はい。車で CD 積んで、ステッカー積んで、はい、ばらまいたり。あ、その、レーベルに、そう、雇うの。あ、ストリートプロモーションするチームがいるんだ。あ、それは、それはすごいビジネスですね。レインストアとかやるときに、はい、レコードでやるじゃん。はい。出ます。うん。そんなに外でこう看板上げたり、うん、騒いだり。ああ、そういうやつらいるんですか。へえ。もう今ダメだ、もう入れなくなったからね。うん。でも俺がやってた時代、うん、2000年ちょっとぐらいまでかな。うん。じゃあそいつらがもう任せてくれっつって、街中に。道にスプレーして。スプレーしてる。やりますよね。かっこいいですよね。そうなんだ。わかる。もうだって翌日になったらいきなり全部そうなってますもんね、街中が。もう昨日の夜のうち全部やったんだっていうぐらい、すごいっすよね。昼間できないけど。はい。だからもう大きなビジネスでしたね、その時代って、うん、本当に。まあいい宣伝だったけど。ですよ。みんな知ってますもん、名前。本当に。金いっぱい使ったけど、まあ、はあ、宣伝いいでしょ。はい、あ。